はい、皆さんこんにちは。グローカルの松田です。ここグローカルチャンネルでは国際協力で活躍されている方、もしくは昔国際協力で活躍されてた方の生の声を発信していくようなチャンネルになっておりますので、この動画が面白いなと思ったらぜひグッドとチャンネル登録をよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はですね、国際協力の中でも国際協力をやりたいと思って大学院に進学するものの、今民間企業で勤められている鈴木さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。早速なんですけれども、はい、鈴木さんの自己紹介いただいてもよろしいですか？はい、鈴木と申します。ずっと東京に住んでいたんですけど、大学は大分県別府市の山の上にある立命館アジア太平洋大学という大学で国際関係だったりとか平和学といったところを学んで、もっと学びたいという思いからイギリスのブラッドフォード大学の大学院に進学をしました。で、今は民間企業で M&A とかをやっています。はい、よろしくお願いします。すごい経歴をお持ちだと思うんですけどちょっと後ほどお伺いしますね。はい、まず最初になんですけれども、鈴木さんが国際協力に興味を持ったきっかけからお聞きしてみたいなと思ってるんですけど、はい、何がきっかけで国際協力に興味を持ったんですか？国際協力という意味ではやっぱり一番最初はタイにすごく短期で語学留学をするタイミングが大学の時にあって、っていうのも第二外国語でタイ語を勉強していたのですげえ。なのでタイに行った時に、教授が住んでいるような豪邸とスラム街と呼ばれるような子供たちがそこの辺にいるっていうところがすごく近くにあって、ザ・格差みたいなものを見て、大学の教授たちの方の豪邸みたいなところに大きな違和感みたいなものを感じたのがきっかけだったかなと思ってます。はい、あ、そうなんですね。なるほど。ちなみになんですけど、第二外国語でタイ語を専攻されたっていう話だったんですけど、はい、なんで選択されたんですか？タイにすごく興味があったのは、中高で弓道部だったんですけど、弓道部の時に留学生とかが日本の文化っていうところに興味を持って来てくれて、日本語も英語もおぼつかない中でどうコミュニケーション取ろうって思って、その子がタイ人だったので、タイ語を勉強したらいいんじゃないかと思ってタイ語学校に通ったのがタイに興味を持ったきっかけです。そうなんだ。はい、タイ語の語学学校に勉強しようと思ったのは日本で勉強しようと思った。あ、そうです。その時は東京の外国語大学とかで講座をやっていたので、まずそこに行ってやってみようっていうところでした。ちなみにその時って中学生とか高校生？中学3年生とかだったと思います。最年少じゃないですか？確かに、だからすごく若いので珍しいでどうしたのみたいなことはですよね。はい、なるほど、ありがとうございます。じゃあ国際協力に興味を持ったきっかけっていうところは、タイで語学留学した時に貧困の格差というか、そういったところを見て自分が興味持ったってことだったんですね。そうですね。中でも紛争に興味を持ったのが、大学の時に紛争写真展みたいなものがあって、写真を見たりだったりとか、ホテルルワンダっていう衝撃的な映画、見ました、見ました、ご存知ですか、を見た時のうっていう感じとかっていうところで、すごい紛争っていうところに興味がある中で、友人から実際の紛争体験みたいなものを聞いたんですよ。スリランカ出身だったんですけど、映像とか写真でしか知らない、そういう世界を肌感覚で知ってる友人がいるっていうので、ぐっとそれが近づいて、はい、国際協力の中でもフィールドを紛争にしたいって思ったのは、そういうところがきっかけだったなというふうに思いました。あ、なるほど、そうなんですね。はい、ちなみにホテルルワンダって結構マニアックだと思うんですよね。はい、国際協力の人だったら知ってるかもしれないですけど、普通目にしないところだと思うんですけど、はい、どこで知ったんですか、その映画は？それは確かカナダに開発学を勉強するってタイに行った時に決めてから、カナダに留学をしたんですけど、その留学先でおすすめの映画、おすすめというか教授おすすめベスト10みたいなやつの中に入っていて、それは確か全部見たんですけど、その中の一つがホテルルワンダです。衝撃的ですよね。はい、その中にセリフとして、メディアの人が来た時に、ありがとう、あなたたちが伝えてくれることで私たちもすごく良くなるでしょうって言ったことに対して、メディアが伝えたところで、みんなそれをテレビで見て、わあ怖いねって言いながら、またディナーに手を伸ばすんですよみたいなセリフがあって、それが結構衝撃だったんですよ。まあ確かに、私はディナーに手を伸ばす人じゃなくて、彼らに手を差し伸べれる人になりたいって、なんとなくその時に。なるほど、日本の人たちどれぐらいそういうことを考えてるか分かんないですけどね。確かにそれは面白いですね。じゃあそっから国際協力っていうところにどんどん入っていったって感じですかね。そうですね、興味としてあった国際協力から目標とかに変わっていったのは、そういった瞬間だったと思います。なるほど、ありがとうございます。ちなみになんですけど、はい、そこの学校ってどんな学校なんですか？半分が外国からの学生で、あと半分が日本人っていうのが、はい、みんな4年間一緒に、短期の留学生とかだけじゃなくて、4年間一緒に勉強したり、寮があるんで一緒に暮らしたりっていう生活を共にしながら、だから日本にいながら留学してるみたいな、はい、そんな大学です。そうなんですね。ちなみにそこって別府にあるって言ってましたよね。はい、都会ですか、別府って？あ田舎ですね。いわゆる田舎の中でも栄えてはいると思うんですよ。学生街であることも
まって、うん、でもずっと東京で暮らしてきた身としては、うん、大分空港を降り立って別府に向かう道、はい、森みたいな、やばい、大丈夫かここでこれから勉強するのはとは思います。マジっすか、そういう場所で大学生活を送ってたんですね、はい、ちなみにそういう大学は寮とかでインターナショナルスチューデントの人たちと一緒に共同生活するみたいな経験もあるんですか？そうですね、寮が2つ種類が部屋があって、うんうん、1つは一人自分たちで暮らしていくシングルルームと2人で寮生活をするシェアハウス、はいはい、ルームシェアをするタイプのところがあって、うんうんうん、私もそのルームシェアをするタイプのところだったのでドイツ人の人とルームシェアしていて、うんうん、私たちのフロアはベトナム、韓国、はい、中国、はい、ナイジェリアとかいろんなところから来た人たちと一緒に暮らしていました、はい、あ、そうなんですね、はい、実際ルームシェアどうでした？ルームシェアは本当に楽しいし、はい、キッチンが外にあるんですよ、みんな。あ、そうなんですね。なので外に出てみんな各々の国の料理を作ってみんなで振る舞ったり食べたり、はい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 、あとは休みが終わったら各国のお土産が並ぶみたいな、はい、そういうのはすごく楽しかった一方で共同生活の難しさみたいなのがもちろん感じて、私すごく部屋が汚いし時間があるそんなタイプなんですけど、はい、一緒に住んでた人はすごくそれが気になるタイプの人で多分、うんうん、でもなんかお互いに言いたいことが言い合えないまま、うん、彼女が部屋の汚さにおそらくもういいってなって出て行ってしまって、はい、この話するたびに普通逆じゃないかって、うんうん、日本人の方が綺麗好きっていうイメージがあるのにっていうところがあって、うんうんうん、本によって違うなって自分で思いますなるほど、ありがとうございます。ちなみにいろんな国の方いらっしゃるじゃないですか、政治のお話とかするんですか？特に最初の方はお互いの国やバックグラウンドに興味を持っているので、うんうん、すごくいろんなそういう話をお互いに振り合ったりするんですけど、うん、どこからがその子にとって踏み込んじゃいけないところかっていうのをだんだん学んでいくので、はい、センシティブなことまでは触れないみたいになっていきますよ、うん、それこそ2回生ぐらいの時は、うん、韓国の人と竹島独島問題について授業で勉強したので、あ、これは聞いてみようと思って本人に、うんうん、そういえば独島竹島問題ってどう思うって言ったら、うんうんうん、すごく喧嘩みたいになってしまって、はいはいはい、全然お互いに多分喧嘩するつもりはないんですけど、はい、向こうにとってはそれはすごく重要なことで、独島、うんうん、っていうのは韓国のものでみたいな、うんうん、で私たちは勉強したことあるけど、うんうん、正直竹島にすごく思いの強い人って少ないと思うんですよ、はいはいはい、でも韓国は結構独島に気持ちを寄せてる人が多分多くて、うんうん、そこですごくここは彼女たちにとってそういう触れ方をしちゃいけないところだったんだっていうのは学んだりしましたね、はい、確かにね、韓国の方とそういう話しないですもんねそうですね、まあ、だから一緒に生活してるからこそそういう話ができるっていうところですよね、うん、ある程度どこまで聞いていいかとか分かった感じなんですねそうですね、あんまりセンシティブな話をするってすごく刺激的だし、どうしても大学生だから面白いと思っちゃうんですけど、うん、相手をリスペクトすることっていうのと、うんうんうん、ちゃんと知った上でそういう話をすることっていうのがいかに大事かっていうのを、話さないっていうよりは話し方を学んでいったなとは思います。あ、そういうことですね。そこの話をするのは別に問題ないと、はい、ただどういうふうにそこをアプローチしていくのかとか聞いていくのかっていうところは気をつけないといけないっていう話ですかね、っていうふうには思いましたね。なるほど、ありがとうございます。ちなみに交換留学でカナダに行かれてたっていうところあったんですけど、はい、それは大学の授業の一環で行くみたいな感じなんですか？そうですね、交換留学の制度があったので。そうなんだ、全員やんないといけないことですか？行きたい人が行くっていう形です。そうなんですね、はい、いろんな国の100校ぐらい選択肢があって、その中からみんな自分の行きたいところと英語力とか何でしたいかみたいなところを出して受かった人が行くっていうスタイルで1年間行ってきました、うんうん、なるほど、行かれた国はカナダですよね。はい、実際どうでした、交換留学した時は？交換留学自体は開発学を勉強するためにっていうところで、うん、APU にもあったんですけど、すごく専門的に学べるわけではないので、もっと体系的に学べるところに行こうってなった時に、開発学ってやっぱイギリスかカナダみたいなところがあるのでカナダを選んだんですけど、うん、別府をはるかにしのぐ田舎だったんですねまずそもそもさらに田舎行ったってことすごく寒くて、例えばドライヤーとかめんどくさくてしなかったりとかしたんですけど、はい、しないまま外に出ると、うん、髪の毛その形で凍るんですよ。嘘でしょ、え、マジ？びっくりしました。すごいな。そこまで年がら年中寒いわけじゃないんですけど、5月まで雪は降るし、基本的にすごく寒いところで、うん、寒かったっていう印象ですね学年ごとに分かれてる授業とかではなかったので、うんうん、大学院生と一緒に授業を取って、うんうん、一緒に論文書いたりとか、うんうん、一緒にプレゼンテーションの準備したりだとか、そういうところはすごくいい経験になりました。ちなみに交換留学1年カナダに行って、はい、その地域に行って良かったですか？そうですね、最初は田舎ってなりましたけど、うんうん、本当に分からないことは多くて、例えばバスの降り方一つ日本と違うってなった時に、ね、長い期間を海外で過ごすっていうのが初めての経験だったので、戸惑うことしかなかったですけど、うんうん、そういう意味でも経験として良かったなと思うし、その地域自体はすごく港町でとても人もいいし。じゃあその時行ったのが大学3年生の時だから、
大学2年生から3年生にかけてですね。なるほどなるほど。で大学卒業するときって具体的にどういう選択を今後していこうっていうふうに考えられました、はい、大学3年生から4年生ぐらいの時は1回就職活動とかも考えたんですよね。自己分析とかするじゃないですか。で今までのこと考えたときにカナダから帰るとき1回ニューヨークを経由して帰ってきたんです、はいはい、ニューヨークに国連本部があるのでありましたね、そこに見学に行ったことを思い出して、うんうん、国連に行きたいぞとすごく憧れもあるし勉強してきたことと近いというか、まあ、国際協力っていうのが本職としてあるっていう分かりやすいところじゃないですか、うん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 、っていうことで国連に行くにはどうしたらいいのかって調べたら修士号が必要っていうのがあったので、はい、まず修士号取るかということで、はい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 、結局大学院進学を決めました。なるほど、ありがとうございます。じゃあ交換留学もして海外の人たちともコミュニケーションとか一緒に共同生活をして国際協力っていうところにガーッと向いていったところだと思うんですけど、その選択の上で修士号が必要っていうところで就職活動せず大学院進学に行くっていうことですよね。そうですね、はい、ありがとうございます。ちょっとここの動画では国際協力に興味を持ったきっかけから大学時代何をしてたかみたいなところをお話をお伺いしたんですけど、次の動画では大学院どこを選択して何をしていたのかっていうところをお伺いしたいなと思ってます。はい、はい、本日はありがとうございました。